アイモのキッチンにようこそ。今日はお米と一緒に野菜を蒸す方法を紹介します。今日はね、トウモロコシご飯を炊こうと思います。トウモロコシは夏場、特に梅雨の時期に体に湿気が溜まりがちな人におすすめな食材です。ハトムギと同様、体のむくみや余分な水分を出してくれる利水効果もあるし、カリウムも含まれます。でトウモロコシのね、ヒゲも一緒に短く切って入れます。で、芯からは自然な甘みが出るので、芯も出汁に入れます。で、人参もね、カロテンが多いので一緒に炊きます。まずご飯をよく洗って、スターチを落として、無洗米でも軽く洗うことを私はおすすめします。余分なね、その粘り気とかスターチを落として、お米をよく研ぎます。その後、そのお米と同じ体積分のお水を入れて、でお水を入れてから野菜を上から入れます。でね、ちょっと柔らかく炊きたい人はお水を足してください。で、夏場は悪くなるのを防止するためにお酢をね、お米1合に対して小さじ1ぐらい入れると、お米が悪くなりにくいし、血糖値も上がりにくくなるし、ダイエット効果もあります。アミノ酸が豊富だし、クエン酸も含まれるので疲労回復効果もあるし、お酢は乾燥、蒸発しちゃって味は残らないので、今日は私はお酢を小さじ2入れました。でお米はね、白米と玄米を、白米8に対して早炊き玄米2ぐらいで混ぜてます。でね、塩を入れるかはお好みです。私はね、塩を一つまみちょっとだけ入れるか、いつも昆布を入れてます。昆布はね、すごく食物繊維も多いし、体の調子、ホルモンバランスを整えてくれます。取りすぎは良くないけど、良い用途の摂取源です。でね、旨味もあるのでね。で、消化力を上げたい人はブラックペッパー、黒胡椒を入れたり、生姜を刻んで一緒に炊いたりしても消化力が上がります。冷え性の人もね、生姜の炊き込みご飯おすすめです。で、ブロッコリーを一緒に茹でたいっていうか蒸したいって人は、炊き上がり5分前に入れます。そしたらブロッコリーがちょうど良い硬さで、栄養価も損なわれることなく蒸すことができます。ブロッコリーはね、お水で茹でるより蒸す方が栄養価がすごく残るし、ビタミン C とかカロテンの宝庫なので、炊き上がり5分前に投入して一緒に蒸してください。お弁当作りの時にこれすごく活躍するので、ぜひ試してみてください。で、レシピ、トウモロコシご飯のレシピ、概要欄に貼っておくので、興味がある人は薬膳教室で習ったレシピなのでチェックしてみてください。またね、バイバイ。